はい、どうもさんこんにちは、のおです。今回ですね、買っておいて損のない SRCP プロモーションの、紹介をしていきたいと思います。前回と自分で選んだ、独断でね、判断して選んだものなので、抜けがあったり、抜けというか、もっとねいいカードがあるのに紹介しきれてなかったりとか、そういった部分もあるかもしれませんが、最後までね付き合って、見ていただけたら嬉しいです。で前回の、UR シークレット編みたいな感じで、攻撃系と、サポート系ね、大きく分けてこの2種類に分けて、でまずはね、攻撃系の方から1枚1枚説明していきます。で今回もなんですけど、量がちょっとかなりね、多くなってしまったので、説明の時間を短くして なるべくね動画を巻きながら、やっていきます。でまずはガチャのね、孫悟空なんですけど、これは別にこの悟空じゃなくても大丈夫です。合体ベジットのスーパーサイジン3ですね。はい、3の合体ベジって慣れる悟空だったら何でも OK です。あ、ベジタもね、同じです。で、このカードなんですけど、合体の効果がね、他と一味違っていて、自分のパワーが永続で3倍なりつつ、敵のガードとダメージ軽減効果を、無効にできるっていうね、この効果がですね、火力を出す上ではすごい効果的で、元のパワーも高めなんですよね。SS3 の悟空かベジータなんで、4000以上は、絶対にあると思うんですよね。でもそこで、3倍になるので、1万5000以上ね、パワー1万5000以上の壁越えの状態も狙いやすいので、はい、壁越えしちゃったらもうあとはね、スピリッツエクスカリバーの必殺技の威力もねすごい高いので、これは非常におすすめな、合体効果を持ったカードです。この悟空じゃなくてもね、大丈夫です。で、孫悟空 GT の、これは5周年記念のバインダーの、付録についてきた悟空なんですけど、力の同調という、こちらの便利なアビリティを持っていて、これは SD ベッジになると、そうですね、使用枚数が7枚まで増えるので、無理にね、7枚までね、タイプを統一させなくても5枚とか、6枚でもね、ヒーローで、一致させちゃえば、この力の同調で壁越えがすごい簡単に狙いやすいので、で、壁越えした後も、あれですね、パワー2万を、あ、2万じゃない、1万5000を超えた後でも、必殺技のね、先ほど言った、威力、係数と呼ばれる必殺技のね、レベルがあるんですけど、それが、最大で10あるうち9なんですよ。10倍カメハメハは9なんで、これもダメージが非常に出しやすい。さらにダブルアタックのおまけ付きですね。これは、ヒーローでね、統一させたデッキを作るときとかすごいおすすめです。で、青髪の悟空。これは最強ジャンプ付録の、ゴテンクスでの、最強ジャンプのね、ゴテンクスでの有名な付録のプロモーション、あれと一緒についてきたカード。あっちの方がね、すごい、印象が強すぎて、こっちの悟空がすごい目立ってないんですけど、この悟空もね、非常に強い。力の同調、さっきの悟空 GT と同じ力の同調を持っていて、さらに、エリートタイプ、なんですよね。さっきヒーロータイプだったんですけど、こちらはエリートタイプなので、これでまたデッキの幅が、広がると。で、エリートタイプで、タイプをね、一致させたデッキ、エリートデッキですよね。そのデッキって結構最近、すごいエリートで、強力な、低レートでも強力なね、カードがいっぱい出てきてるので、ヒーロー用で組むよりかはエリートで組んだ方がね、いいかもですね。で、ゴッドカメハメハの係数は、さっきのね、10倍カメハメハとね、10、なんですごいね、高いんで、これもダメージはね、すごい出しやすいです。で、同じくダブルアタックの負け付き。で、これはちょっとね、アルティメットレアっていう扱いなんですけど、悩んだ結果、一応こっちにね、入れさせていただきました。店頭配布の孫悟空ですね。こちらもさっきのね、力の同調と同じ、なんですけど、力の同調は同じで、チェンジラッシュでね、パワーをプラス5000できる。で、敵のガードも3000削れるっていう。で、神の意地っていう、さらにダメージを上げる、ゴッドアビリティ付きなんで、さっきの悟空と、組み合わせるなり、どっちかを使うなりっていう感じで。で、この悟空もね、ゴッドカメハメハなんで、必殺技のね、威力も高いので、これも非常なね、優秀な、アタッカーになると、思います。最強ジャンプじゃない、V ジャンプの付録の、悟空ですね。これは最近の V ジャンプの、付録でついてきた悟空ですね。込み上げる闘争心っていう、新規のアビリティで、戦闘力バトル終了時に敵チームの戦闘力5000ごとに自分のパワーが永続でプラス5000毎回。ダーブラゼノ的な。ダーブラゼノのね、エナジーは削れないけど、パワーに特化した感じのね。これは敵の戦闘力が5000、5000ごとなんで1万だとしたら、自分のパワーが永続でプラス5000のところ、プラス1万。そんな感じでどんどんパワーをね、永続でアップさせられるっていうで、元のパワーも7500っていうすごい高いので、敵が戦闘力をね、合計で、
1、2ラウンドの合計だったとしても1万出してきただけで1万7500まで、アップしちゃうんで、まあ、すごいこれも壁越えまたは、パワー2万超えの、まあ、超越の状態が、まあ、狙いやすいので、まあ、これも非常におすすめです。で、スーパーアビリティで戦闘力がねラウンド2だけ2倍になるっていう負け付きです。で、プロモーションの仮面のサイヤ人、これは選ばれし選手たちのヤムチャのね、ブースターのヤムチャと、同じ時にね出たあの時の、仮面のサイヤ人、こちらはねアタッカーにすると、まあ、ラウンド中は気絶しない、さらにパワーが永続でプラス5000毎回、シークレットの、まあ、仮面のサイヤ人のね、有名な仮面の力の、まあ、あれと結構似たような、まあ、感じですかね。まあちょっと違う点がね、まあ、固定値でパワーが上がるっていう、あっちはね倍率なんですけど、まああっちは倍率なんで、万が一ね、パワーを1にされちゃったりしたらね、永続で1にされちゃったら、まあ1がどんどん倍増していってもね、すごい少数にしかならないので、まあこれはね、1にされたとしても、どんどんね、永続でプラス5000っていう固定値で上がっていくので、まあそういう心配もね、ないかなっていう、まあ結構ね、便利なアビリティ持ってて、で、ダークリベリオントリガーの係数は確か7か8やったんで、これもね、バーサーカータイプだし非常に優秀なアタッカーになる、なると思います。で今の仮面の、サイヤ人とねちょっと似たような感じでウィス、こちらがアタッカーにすると敵チームの戦闘力分、自分のパワーがアップするっていう効果、これはそのラウンドこっきりですね、なんですけど毎回発動するんで永続みたいなもんかな。万が一敵が、まあ、SD ベーチになってからね戦闘力出しやすくなるんで、まあ、1万とか、まあ、1万5000はねそう簡単にまあ結構出してくると思うんで、それで敵が1万上げてきたら、戦闘力1万上げてきたらパワーが1万上がって、万が一2万ね敵が戦闘力2万出してくればパワーが24200になるのかな。まあすごいねパワー上げる上では、簡単なアタッカーで、で破壊の除去っていうちょっと必殺技の係数がですね、ちょっと覚えてないんですけど8近くはあったんですよ。そこそこね高めなんで、まあこれも壁越えとかね、パワー2番越えとかさしちゃえば、結構ね強いですよ。で戦士の絆のピッコロなんですけど、これもですね、まあ、エリートで一致させた時のね、まあ、エリートデッキで、ね、すごい輝くと思います。連携アタック時チャージインパクトに勝利すると連携人数 ×1000 ダメージがアップする、つまり7人で連携すれば7000の固定ダメージを与えちゃうっていう、ですね、まあ、無理にねエリートで統一させなくても、まあ、6人だったとしても6000ダメージだし、5人で連携させても5000ダメージで、ただ、弱点としては連携アタックを封じられ、られたりしたらちょっときついんですけど、まあ、スカウター効果が廃止になるんでね、ディバイドスカウターもなくなると思うんで、まあ、このピッコロはかなり強くなるんじゃないかなと思います。で、アボとカドですね。アボとカドが揃わないと意味ないんですけど、双子のコンビ、あ、兄弟のコンビネーション、自分チームにカドかアボがいると、まあ、2人揃っていると、その2人のね必殺技ダメージが永続でプラス2500のミラクル率がアップする永続っていう効果、なんで、まあ、これで2人揃ってたら2人の必殺ダメージがプラス5000、ミラクル率もアップするっていう、まあ、固定ダメージに特化したような感じので、ヒーローとエリートなんで、まあ、さっきのエリート固めのデッキだったり、ヒーロー軸のねデッキだったりしたら、まあ、多分ね入ると思うんで、これもね、タイプ的にも使いやすいし、で最後がね、まあ、攻撃部門の最後が、ゴッドミッション3段、CP のねジャコ、です、こちらのジャコなんですけど、フリーズアタックがですね、まあ、このジャコにしか真似できないというか、今のところこのカードしか持ってないフリーズを、持っていまして、敵の攻撃をね防いだと同時に3倍のダメージを与えるっていう効果です。フリーズのね、フリーズのダメージが3倍になるので、まあ、普通にフリーズしただけでも、まあ、2000ぐらいのダメージになると思うんですけど、それが3倍なんで、まあ、すごいダメージが出せちゃう、フリーズアタック。で、さらにフリーズって、あの敵のガードとか、自分のパワーにね、影響してるんですよね。まあ、自分がやった感じ、ターブルと合わせて敵のガードをね、1にしてやったんですけど、2万ぐらいのダメージは出せたんで、まあ、使い方次第ではすごい狂気になるかなと、思います。続いてサポート系ですね。で、サポート系ちょっと多いんで、半々に分けながらやっていきます。まあこんな感じでいいかな。まずはね、戦闘力系ですね。あの、サポートなんですけど、まあサポートの中の、戦闘力を上げる系として、これはいつだ？ジャークリューミッション4段 SR の、ジャッキーチューン。まあこれは結構有名なんですけど、まあこの SR は結構価値というか、レートが SR の中では高めで、まあ1000円近くはね、今のところ、
オークション見る限りね、1000円台が結構出回ってますね。アビリティがですね、バトル開始時ヒットポイントが2000以下の仲間の戦闘力が永続で2倍になる、という効果です。まあヒットポイント2000以下、ちょっと例を出しづらいんですけど、まあ高いカードで言うとフルブローとか、ゴッドミッションロクナシークレットのブロリーとか、あそこら辺も2000以下なんで、まあその戦闘力が永続で2倍になっちゃうと、1キルデッキ1ターン目で倒すデッキとかで、まあ、すごいね活躍するんですよね。で、2000以下のヒットポイントといえど、まあそのフルブローだったり、あとはねすごい、コモンとかレアでもすごい強力なカードがあるんで、まあこれ1キルデッキにしろ、まあ2キルデッキにしろすごいね輝くと思います。ジャッキー・チューンですね。で、クリーザー、SR のクリーザー、まあこれもジャークリューミッション4段の SR なんですけど、これもですね、まあレート的には1000円、以上するのかな、今は。キザーリで最近700円台をちょっとお店で見かけたぐらい、高いザールなんですけど、こちらはですね、ちょっとこれはね、アボカドみたいな感じで、まあ、自分チームに特定のキャラ、まあ、フリーザーですね、フリーザーかメカフリーザーがいないとあんまり効果がないんですけど、まあ、フリーザーかメカフリーザーがいると自分とそのフリーザーかメカフリーザーの戦闘力が2000永続でアップするっていう効果を持ったね、カードです。まあこれはシークレットでもねクリーザー出てるんですけど、まあ安い方で言うとこっちかな。まあエリートタイプだし、これもさっき言ったジャッキーチューンみたいなね1ターン目で倒すデッキで、非常に使いやすいです。まあエリートタイプなんで、そうですね、さっきのね、まあ戦士の絆のピッコロだったりで、フリーザーもね、まあ、エリートタイプにして、まあエリート統一のデッキで、まあ、使うもよし、まあこれもね、まあ、かなりおすすめな SR です。で、ゴッドミッション3段 CP の、孫悟飯未来、これは UR でも同じアビリティを持ってるんですけど、まあ安上がりで言うとこっちですね、絶望への反抗、ラウンド終了時自分チームのヒットポイントが敵チームより少ないと、戦闘力がね永続で5000アップするですね。SDBH になったら敵のヒットポイントも高くなると思うんで、次第にね、まあこのアビリティも全然、弱体化はしないと思うんで、まあ、戦闘力を上げる上ではこれも非常に、使いやすいんでね。しかも2ラウンド目から、ずっと戦闘力がプラス5000されるんで、3ラウンド目行った時でも、5000はね、まあ維持されるんで、で、フリーズアタックの負け付きです。で、店頭配布で、もらえた孫悟空ゼノですね。アビリティは牽制の一手で1ラウンド目の敵の戦闘力を半減する。で、スーパーアビリティで、自身の戦闘力を2ラウンド目だけ2倍にする。で、トリプルアタックで、敵の戦闘力を半減するっていう、まあ、戦闘力尽くしの、カードです。まあ、これはですね、そこまで目立った強さではないんですけど、まあ、デッキに入れてるだけで安定感がすごい上がるんですよね。まあ、例えば、牽制の一手のアビリティだったら、ラウンド1のね、敵の戦闘力を半減しちゃうんで、まあ、敵の行動、封印というか、まあ、弱体化、うん、ワンキルも阻止できるし、で、1ラウンドサポーターにして2ラウンド上げればね、戦闘力も自分で、1人で6000出せるんで、で最後はね、トリプルアタックでとどめを刺すっていうこともできるし、まあこれは非常に、ラウンド3行った時も、まあ、結構大丈夫ですかね。戦闘力半減持ってるんでね。ジャイアム3段の海洋神 SR、アビリティがですね、アタッカーにすると自分の戦闘力が現在のラウンド数、倍になる、毎回、なので1ラウンド目は1倍、2ラウンド目は2倍、3ラウンド目は3倍というふうにどんどん戦闘力が倍増していくキャラです。で合体した後に戦闘力が2倍になるんで、まあ、これも入れると、まあね、どんどん、戦闘力がどうなるかっていうのは、で、さらに合体効果で、気力回復もあるんで、まあ、これは戦闘力出す上ではね、非常に、優秀なカードになるかなと。で、底知れぬ戦闘力のザマスですね。これは確か、ヒーローズガイドの付録のザマスかな。底知れぬ戦闘力と、ダブルアタックですね。まあ、ラウンド3の戦闘力を稼ぐ、要因。で、同じような感じで、まあ、ゴテンクスゼノ、でちょっと言い忘れてたんですけど、底知れぬ戦闘力の効果は、自分のパーとガードの合計値分ラウンド3の戦闘力がアップするっていう効果です。まあそうですね、万が一永続でパワーを上げてしまえばね、永続でパワーガードを上げちゃえばその分も加算されるんで、まあラウンド3は先行が取りやすくなると、いった感じで、ゴテンクスのも、まあ、似たような感じですかね。まあ底知れぬ戦闘力が自分のパーとガードの合計値だとしたら、まあ、ゴテンクスゼノは自分チームのヒットポイント数値分、ラウンド3の戦闘力が、アップするという効果、です。で、トリプルアタックなんですけど、このダメージ軽減効果 100% ダウンするという効果を持ってるんで、まあ、2ラウンド目にアタッカーにして敵のダメージ軽減効果を 100% 下げて、で、これで敵の受けるダメージを2倍にしますよね。で、2倍にした後に、ラウンド3で一気に戦闘力で、まあ、先行を取る。
で先行を取って、受けるダメージが2倍になってるところに攻撃するみたいな、そういうデッキが主流ですかね。でエリートタイプなんで、さっきの力の同調の悟空とか、戦士の絆のねピッコロとかと相性が、良さげですね。で選ばれし選手たちのね、ヤムチャですね、これはレートはどうなんですかね今。まあかなり上がってるんじゃないかなと、こちらはですね、まあエナジー稼ぎにすごい特化した感じの、1ラウンド目からエナジーをすごいねガンガン上げられるカードですね。作戦決定時仲間アタッカーの記録を回復し、あこれ1メモリーですね。で、仲間サポーターの人数分エナジーをアップする、毎回ですね。なので、サポーターが4人だとしたらエナジーがプラス4個で、SDBH になると、まあ、サポーターをね1ラウンド目で、まあ、最大で6人から7人、まあ、一応増やせるんで、まあ、1ラウンド目から一気にエナジープラス6個とか7個とかもできちゃうし、うん、まあこれはそうですね、レートは上がるんじゃないかな。で、まあヤムチャのちょっと低レート版で、ブロリーね、これは邪悪竜ミッション7段の、SR のブロリーなんですけど、作戦決定時に、あ、まあその前にね、自分の戦闘力が半分になって、絶対に気絶しない、さらに、前ラウンド、開始時ですね、自分チームヒーローエナジーをラウンド数分アップする永続、毎回、つまり1ラウンド目でエナジープラス1、2ラウンド目でエナジープラス2、3ラウンド目でエナジープラス3っていう、ヤムチャはサポーターをね作らないといけなかったんですけど、まあブロリーは別にサポーターを作らなくてもエナジーをね自動でアップさせられるっていうカードです。なので、まあ、このヤムチャブロリーあたりは、ユニットを組むデッキとかだったら、おすすめです。で、ヒットですが、まあ、このヒットなんですけど、ガード位置のね防御無視のロックオン持ってれば何でも OK です。あのロックオンバーストでもいいし、防御無視の一撃はまあ誰でも持ってる、うん、誰でもではないんですけど、まあ多くのキャラクターがね持ってるんで、まあ、敵のガードを1にするカードではね、まあ、まあ適性は高いかなと。で、スーパーミラの、今回のねゴッドミッション10段、CP なんですけど、まあこれはあのラウンド1の敵の戦闘力で上がるねエナジーを妨害しつつ敵のガードもね2ラウンド目以降削れちゃうっていうカード、ですかね。まあダブルで妨害できちゃって、で、まあ、自分チームにアバターがいる場合なんですけど、アバターがいて、まあ、時空転送するとですね、まあ、敵のねパワーとガードを、まあ、敵単体のパワーとガードを最大でマイナス5000、削れちゃうっていう、まあ、結構恐ろしい感じのね。で、まあ、ゴッドミッション10段のね暗黒とはでもいいんですけど、まあ、こっちの方がね冷たい眼光持ってるんで、こっちに、してみました。で、邪悪竜ミッション、これは、6段ですね、6段 SR の騎士姫、まあこれもですね、未だ色褪せることないというか、古いね、カードなんですけど、アタッカーにすると、ラウンドがね、終了したタイミングで、敵アタッカーのうちランダムで2人のパワーとガードを永続で半分にする毎回、です。まあこれはですね、敵がゴッドボスだったりしたら、まあ敵1体でね、出てくることがね、多いと思うんですよね。で、それで、まあその敵1体の、敵のね、パワーと、ガードを半分にしちゃうんで、まあ、敵が7人いたらあんまり効果はね、なさないと思うんですが、敵が1体の場合はね本当に、心強いというか、あ2体か2体までいいのか。でさらにねエリートタイプなんでね、さっきの、まあ、エリートデッキでエリートで、まあ、一致させたデッキでも、まあ、非常に使いやすい。で、ホイ SR、 これはゴッドミッション8段ですね。こちらのホイはですね、まあ対人戦向きなんですけど、まあ SDBH になったらそうですね、コンピューター戦でもサポーター作ってくるステージはちょっと増えてくると思うんで、これは強化されるんじゃないかなと。アタッカーにするとラウンド終了時、敵サポーターの人数分、人数 ×2000、敵チーム全員のパワーとガードを半減する、永続でダウンする毎回ですね。つまり敵がサポーターを1人でも作っていたら、敵チーム全員のパワーとガードを2000永続で、ダウンしちゃうっていう、まあこれ対人戦で使われたらかなり厄介なね、で毎回発動するんで、アタッカーにしちゃえばね、毎回発動するんで、まあ気絶するだけね、まあよ、まあ注意していれば、まあすごい活躍しますね、これ。で、ゴッドミッション10段、CP のゴハン GT ですね。このソンゴハン GT なんですけど、まあ、チェンジラッシュでね、その攻撃する前に、デッキのダメージ減撃効果を下げられるんで、こういうカードはちょっと増やして、まあ、もらいたいっていった感じですかね。で、後半ですね。結構な時間が、あの動画のね、時間が長くなっちゃうんで、巻きながら、ゴッドミッション4段 SR のボーン将軍です。こちらはアタッカーにすると、自分以外のアタッカーのパワーをそのラウンド中のみプラス5000毎回、っていう効果を持ってて、まあ、壁越えをサポートしたり、
まあ、力の同調と組み合わせたりしてもね、パワー1万5000とか2万超えをね狙いやすくなるんで、まあ、これは言うまでもないかなと。で、トランクスゼノの、まあ、銃弾 CP ですね、ゴッドミッション銃弾 CP のトランクスゼノ、まあ、チャージインパクトの、ね、スピードを上げてくる敵に対応したカードです。まあ、対策カードというか、まあ、対人戦でもねシャンパとか敵にいたら、で SD ベーチ1段の、ね、UR の魔人トアとかいた場合は、まあ、こいつがすごい活躍するかなと。で時空転送ゼノの、ね、おまけ付きです。で同じくトランクスゼノ、こちらもねアビリティは同じなんですけど、トリプルアタックなんですよね。さっき時空転送ゼノだったんですけど、こちらトリプルアタックなんで、まあ敵がボス戦とかだったらこれもね、まあ、非常に使いやすくなるかなと。で、トランクス未来のこれも店頭配布のねアルティメットレアなんですけど、一応まあ値段的にも、優秀経路的にもね、一応プロモーションの扱いでいいかな。まあ、このカードはですね、まあ壁役ですかね。ラウンド1一人アタッカーにしたりしてもいいし、まあ、気絶しないし、あのガードも3300あるんですよ。で、気絶しない、受けるダメージ 20% 軽減、チャンスインパクト速度無効なんで、まあ、すごい防御面に徹した、ね、カードです。で、ロックオンの効果もね最大 2.5 倍のダメージで出せるんで、まあ、2ラウンド目以降のアタッカーにし、なるもよし、すごい使いやすい感じの、まあ、壁役の方がね、まあ、適正なのかな。で、応募者全員サービスのヒット、です、こちらはですね、まあ、敵のチャージインパクトの、ね、スピードを速くするっていう上で、自分がね、よく愛用しているカードです。で、まあ、冷たい眼光を持ってるんで、敵のねラウンド1の動きを制限しつつロックオンでね、敵の CI 速度をね超は、速くするっていう、まあコンピューター戦でも敵の CI 速度を上げちゃえば、まあ、敵のチャージインパクトね弱くなるんでパーフェクトも出しづらくなるんですよ。まあ、そこでこのヒットはね、ゴッドボスってチャージインパクトすごい強いんですよ。まあ、そこでこれを使うと、あんまりパーフェクト出してこなくなるんで、まあ、チャージインパクトでね、すごい勝ちやすくなります。で、ギャラクシーミッション9段 SR の、人造人間18号。こちらはですね、まあ、エリート連携、エリートデッキで、まあ、サブでね、すごいいいと思います、こちら。自分が攻撃するときに敵のチャージインパクトのスピードを超速くする。で、またはスーパー17号から攻撃を受けるときっていう、まあこちらの効果はねあんまり気にしなくていいんですよ。まあ実際大切なのがこの上の方の効果で、まあ、自分が攻撃するときに敵のねチャージインパクトのスピードを超速くする、これが毎回発動するんで、まあエリートで7枚、ね、固めたときに7人で連携しますよね。そこで、まあ、チャージインパクトにやっぱりヒーローつって勝たないと意味ないんですよ。まあそこでチャージインパクトで負け、違う、勝ちやすくするように、チャージインパクトのスピードを上げるっていうすごい大事なね、役目を果たしてくれる、まあ、カードとしてすごい優秀なんで、これはね1枚持っといていいんじゃないかなと思います。で、ベジータ GT のゴッドミッション9段、CEP ですね、こちらはですね、まあ、チェンジラッシュで敵の CI 速度を超速くする、で、反撃の糸口で敵チームの戦闘力が1万5000以上で、自分チーム全員のパワーとガードを 1.5 倍にする毎回、っていう効果です。まあ、チェンジラッシュで敵の CI 速度を超速くできるんで、これも、先ほどのご飯 GT みたいな感じで、まあ、自分チームがね攻撃する前に敵チームに悪い影響を及ぼすカードなんで、でもまあベジータ GT と、まあ18号ね、さっきの言ったね18号とまあ似てるんですけど、まあアビリティね、こっち反撃の糸口持ってるんで、まあそれはお好みっていう感じで、使い分けでいいと思います。ゴッドミッション6段 CP の暗黒とは、まあこちらも戦闘力をね、敵の戦闘力を妨害できるんで、戦闘力でね、上がるエナジーをね、妨害できるんで、まあ、ワンキル、逆ワンキル封じだったり、で、2ラウンド目以降はね、トリプルアタックも持ってるんで、まあ、非常に、まあ、バーサッカーデッキとかでもいいし、まあ、別にタイプバラバラのデッキでも、まあ、万能に動けるかなと思います。で、デストロンガスのドクターライチですね。こちらはですね、まあ、ドクターライチのデストロンガス持ちなんですけど、まあ、これ他にもいっぱいいるんで、まあ、別にこれじゃなくても大丈夫です。バトル開始、敵チーム全員の必殺技を封じる。ただし、自分チームが2000以上のダメージを受けると、ラウンド終了時に効果がなくなる、ですね。先ほどの鋭い先とかは、まあ、戦闘力によってエナジーアップしないんだったんですけど、まあ、仲間への指南とか浴びせられちゃうと、まあ、必殺技をね、撃たれちゃうんで、まあ、それを封じるためにデストロンガスですね。まあ、ただ、このデストロンガスも、デストロンガス中和カプセルっていう対策アビリティがあるんで、まあ使いどころですかね。まあそんなに使ってくる場所はないんですけど、まあ対人戦では、まあ結構入れてる人は多いかなと思います。で、ゴッドミッション8段 CP のベジータ。
これはですね、ゴッドメテオの効果がすごい強力で、まあ、ゴッドメテオを発動した次のラウンドの、敵チームの、ね、与えるダメージを大幅に軽減するっていう効果です。で、大幅に軽減はですね、90% まで、落とせるんで、まあ、これを浴びせられちゃうと敵の次の行動はすごい封じられちゃうというか、まあ、固定ダメージとかだったら別なんですけど、まあ、普通に壁越えしてたとしても全然ダメージ通らないんで、まあ、防壁としてね、まあ、これは1枚入れておくとすごい安定感が、デッキのね安定感が上がります。で、エリートタイプなんで、まあ、力の登場ともね合わせられますし、で、最後がね、長くなりましたが、最後が、ゴッドミッション4の SR の、タンバリンです。こちらはですね、まあ、言うまでもないというか、はい、タンバリンの妨害ですね。アタッカーにすると戦闘力バトル終了時、敵アタッカーの、全員のパワーを敵アタッカーの人数かける2000ダウンし、敵の巨大化したキャラがいると、まあ、効果がアップする1回限りです。ですね、まあ、これあの人数が増えると7枚になるとね、このタンバリンの妨害の範囲も広がるんで、まあ、万が一1ラウンド目でねターブルとか使われて、まあ、敵のパワーがね、1万5000円超え2万超えされちゃったとしても、2ラウンド目アタッカーにしちゃえば、まあ、敵アタッカーの人数かける3000か、パワーをダウンするんで、あの一気に壁が解除できちゃうっていう、まあ、敵のパワー下げに特化したカードです。まあ、一気にね1にできちゃうこともあるんで、まあ、これは耐震戦入れてたらかなり厄介ですね。まあ、もちろんゴッド戦とかコンピューター戦でもすごい活躍するカードなんで、まあ、1枚買っておいて損はないと思います。はい、それではですね、今回は買っておいて損のない SR と CP、をですね一挙にまとめて紹介してみました。まあ、これぐらいの量を紹介したんで、今撮影時間が33分ぐらいですね。まあ、カットすると思うんで、多分もっと少なくなってると思いますが、30分以上、動画で喋ってたのはねすごい初めてで、疲れました。はい、それではですね、今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。